عندي كامب ماجيريا خسالي عندي خندات نعمل سيتيم صبكي او ميلف ميلف تمخانيم سا خانيم سا او نادشتن 以前は村で幸せに暮らしていたジャミラ。その幸せを奪ったのは数年前に始まった干ばつでした。川は完全に干上がり池も枯れ、新たに作った水汲み場からも水が出なくなってしまいました。作物が育たず、ジャミラも村の人々も故郷を離れ避難しなければなりませんでした。干ばつはアフガニスタンの人々の3分の2以上に影響を与え、各地で水不足と水質汚染が拡大しています。ユニセフはジャミラのように干ばつや洪水など気候変動の影響を受ける世界中の子どもたちを守るため、給水設備を整え、栄養不良からの回復を後押しし、学校に通い続けられるよう支援、さらに心に傷を負った子どもたちの心のケアを行っています。アフガニスタンでもここ半年間で44万人以上の人々に飲み水や料理、手洗いに使用できる安全な水を届けました。ジャミラのような世界中の子どもたちを守るために、あなたにもできることがあります。あなたの毎月のご協力が、例えば安全な水を確保するための浄水剤や難民キャンプなどに緊急給水設備を設置する費用に変わります。ユニセフマンスリーサポートプログラム、継続的なご協力でユニセフの活動を支えてください。